局はエリック・サティ。お、出た。彼のミノシェンです。それから同じフランスの、あのフレンチカンカンのメンバーカーです。あー、そこThank you.
ていうのは、まあ、本当に全世界的に、まあ、ポピュラーな楽器ですよね。まあ、今ではあのエレキギターがとても一般的になってしまって、ギターっていうともうあのクラシックギターって言わないとエレキを弾いてるのは思われるぐらい、まだまだあのラテン諸国、中南米とか、まあ、スペイン、ヨーロッパ全域そうですけど、やはりギターでもとてもこのクラシックギターが盛んなものでして、でそれだけにまあ各国の民謡なんてまたその民族楽器の曲をギターで弾いたりっていうのも盛んなくなってます。でそんなのもちょっと面白い曲をいくつかお見せしたいと思いますけど、まず最初にトルコの音楽 で黒海のブラックシーですね。あの黒海、まあ、トルコに面してるんですけど、7拍子なんですね。タンタタンタンタンタタンタンって、ちょっと聞いてるとこう体があれって思うとノリはいいんですけど、また僕ら違う独特なノリをするものが中央アジアですごく多いと思いますけど、北海のノリナンバーワンと。
今ちょっと変わったやつなんですけど、キューバのアフロキューバンという、まあ、キューバにたくさん黒人がいますけれども、その黒人たちの音楽をアフロキューバンという呼び方をしますけど、そんな中の曲だと思います。アフリカではカリンバという組音を潰して演奏する楽器がありますけど、多分その特殊奏法でそのなんか真似をして弾く曲ですけども、スムタガっていうタイトルなんですけど、多分なんかそういう、わかりません、全くいい言葉の意味はわからないです。よく調べたんですけど。
パートリーというのは、その水中から拾うという。市販されると、やっぱり楽って読むの大変なんですよね。あのいい曲かどうかもわからないし。YouTube で見ると、まあ、そういうのが全然出てくるんで。次はちょっとそういう意味では真面目な曲になるんですけどね。近代になりますと、アンドレス・セゴビアってね、大変有名なエトレスピタリストで、マルシ・ソリエペス、この2人が出たことで、まあ、多くの作曲家がそのギターに興味を持って、ギターのための曲を書き出したんですね。でまあ、それも膨大なあのレパートリーがあるんですけども、その中であの、これまた今日弾きませんけど、マルシ競争曲って。あの作曲家がたくさんやっぱりギターのことを書いてるんですね。で彼はあの3歳で失明してしまって、その失明したことでやっぱりその和音感覚っていうのがちょっと変わってて、非常にそのスパイスの効いた和音をね使うんですよ。やっぱりのアランデスなんかでも結構そういうフリーキーなあれが使われてるんですけど、まあ曲が綺麗なのでアランデスは落ち着きませんけど、その人の方が3つの商品という商品じゃないんですけど、あの弾く方にしてフリーと で1曲目がファンダンゴ、そして2曲目がパッサカリア、そしてサパテアード。パッサカリアって、ファンダンゴとサパテアードっていうのはフラメンコにあるリズムの形なんですけども、もちろんこれ聴いてフラメンコっぽいとかそういう曲は全然しないんですけれども、根底にはそのリズムが使われています。で2曲目のパッサカリアっていうのは言ってみると、まあ、変奏曲、要するに即興演奏をまとめて ちゃんとまとめたみたいな形で、このThank you.
Thank you.
Thank you.
ポールという作画がありましてですね屋上でタバコを吸っていたらリクエストがあって何通りがあったらソルファバール、はい、ラメンテラメンテパルファバールこと言ったない曲なのでちょっと自信がないんですけどおさっき出たショーロというブラジルのでそのショーロの、まあ、立役者の人ピシミーニャという人の方がラメント悲しみという曲なんですけど悲しくないですよね